こちら現在の道南江差市の様子です。カメラが大きく揺れています。風が強まっていて波が高い様子がわかります。現在出ている警報です。十勝南部に大雪警報、渡島檜山に波浪警報です。大雪への警戒、そして海は猛烈なしけに警戒してください。こんにちは。発達中の低気圧の影響で札幌も吹雪となっていて見通しがかなり悪くなっています。明日にかけての予想最大瞬間風速は日本海側と太平洋側西部で35メートルです。これだけの暴風の中で雪が降るため吹雪に警戒が必要です。特に今夜低気圧が通過する道南では夜から再び猛烈に吹雪恐れがあるんです。ホワイトアウトで見通しが全く効かなくなる恐れもあります。風が強いときはできるだけ外出は控えるようにしてください。では雪雲と風の予想です。活発な雪雲は道東に移ってきています。午後から動かしていきます。道東は昼過ぎから大雪や吹雪に警戒が必要です。札幌の雪は次第に止んできますが、今夜は道南で再び暴風を伴い雪が強まるでしょう。そして明日の朝は札幌周辺で吹雪となりそうです。明日の午後からは次第に雪や風は弱まっていきそうです。それでは今の帯広の様子です。こちら吹雪となっています。午後の天気と最高気温です。この後道東で吹雪、十勝では大雪の恐れがあります。オホーツク海側も次第に雪が降り出すでしょう。日本海側は雪の止み間もありますが、宗谷は夜にかけて雪、道南は猛吹雪に警戒してください。変わって今の札幌です。こちら前が全く見えないほど雪が強まっています。週間天気です。明日の朝は札幌など道央や後志地方、短時間に雪が強く降ります。大学入学試験は時間に余裕を持ってお出かけください。お天気をお伝えしました。